吸い込むやり方を、ちょっとご紹介したいと思います。まず皆さん、Google マップですね。自分のアカウントで入っていただいて、こんな感じ、古い以前のバージョンだと、そのままでいいんですけど、ひょっとすると最初からこの新しいバージョンになっていると思います。で、この新しいバージョンだとですね、先ほど言ったその KML ファイルという位置情報のデータがですね、インポートを入れられません。ですので、まずこちらをですね、古い地図、以前のバージョンに戻す必要があります。戻すのは非常に簡単です。これ画面見ていただいて、ここに、これ、ハテナマークがありますので、こちらを押しますと、こんな感じで出て、一番ですね、この以前のマップに戻るがありますので、これをタッチしますと、なんで以前のマップがいいんですかっていうと、使いづらいとかですね、いろいろあると思うんで、私は動作が遅いとかですね、もう全部ダメです。新しいのはですね、こんな感じで、やっていきます。で、この以前のマップに戻るというのをタッチします。はい、これで以前のマップになってます。まず、ここにしてください。で、もともとこの画面になっている方は、ここからスタートということですね。では、KML ファイル、私の Facebook のリンクからダウンロードしていただいて、それをどこかデスクトップでも、マイドキュメントでも、保存していただいているということで進めます。で、まずやり方ですけど、このマイプレイスというのがありますので、ここをクリックします。で、そうするとこんな感じで、出ます。で、この辺はとりあえず無視して、この地図を作成は押さないでください。で、その下の以前のマイマップを使用して作成、こちらをクリックします。そうするとこういう画面になります。タイトル、この地図の、タイトルなんで、例えば MCC ラリー2014とかですね、こんな感じで入れていただけます。説明は何でもいいですね。6月、6から8、順。こんな感じで入れますね。で、入れましたら、完了する前に、ここから始まります。で、この辺、プライバシーの設定、一般公開したい方は、こっちで、自分だけ使いたいという方は、こっち。私はどっちもいいんで、こうやってきますけれども。で、このインポート、こちらをクリックします。ここからが、取り込み作業です。インポートをクリックしますと、こんな感じ、KML をインポートで取れますので、こちら、ファイルを選択をクリックします。で、皆さんの、保存されているところに、この、デイ1とかデイ2とか、アザーズ、今回、この3つが多分ダウンロードできるはずなんで、適当に保存していただいて、一気にもできるんですけど、環境によっては途中で止まったりするんで、安全のためにこれを1つずつやります。まずデイ1ですね。これを開くを押していただく。で、あとはファイルからアップロードですね。こちらをクリックします。はい。で、これで終わりです。はい。皆さんの地図に、ステージの情報ですね。と、こういう感じで、こう通行止め、今回のラリー、通行止め区間あるんで気をつけてください。で、こんな感じです。各ステージの情報と、あとこの辺ぐらいですね、SS7 のフィニッシュだよとかですね、こんな感じで入ってます。で、本当はですね、私が作った地図データ、このスタートとフィニッシュのマークとかをですね、オリジナルで作ってるんで、私の地図を見ていただくと、旗のマークとかですね、ついてるんですけど、この作業をするとですね、皆さんの環境にその地図のデータがないんで、こういう感じになります。ですから、例えば、これじゃちょっとっていうならば、好きな、これですね、これやっていただくと、限られてますけど、好きなやついられますんで、例えばフィニッシュは、赤にするとかですね。で、スタートは、青にするとか。こんな感じでカスタマイズしていただければいいです。もちろん別にしなくてもですね、いいという方はそのまま使っていただければと思います。で、今、デイ1分やりましたので、このまま引き続き同じです。インポートやっていただいて、ファイル選択を押していただいて、デイ2ですね。こちらを開く。で、ファイルからアップロード。非常に簡単ですね。そうすると、先ほどのデイ1に、上書きというかですね、追加されて、このデイに、あのデイには今回青いラインになってますので、こちらのが追加されているのがわかると思います。ここは今回新しいですね、ギャラリーステージはあんのかな、ギャラリーステージなのかな、舗装ですね、全部。こんな感じで、追加されてますね。私もこのラリー出たことあるんで、懐かしいですね。はい。で、こういう感じで、デイ1が赤、デイ2が青。ここは通行止めなんで気をつける。で、こういう感じでインポートできます。せっかくなんで、あと1個ある、
ファイルですね、を同じようにインポートファイル選択、この Others ですね、最後の Others をまあ開いていただいて、ファイルからアップロードしていただくと、まあ、こんな感じです。まあ、実際にですね、マークが全部カスタマイズで作ったんで、こう全部白くなってよくわかんないと思うんですけど、先ほどはなかった、こちらですね、今回の目玉の一つである、こうセレモニアルスタート、スパリゾートハワイアンズとかですね、まあ、これも入ってます。で、ここはまあ、給油地点、リフィールポイントですね、が貼ったりですね。で、あとは、まあ、ラリーのスタートですね。まあ、これは普通の地図の情報なんで、まあ、こういうのも普通に出るんですけど、で、こちらですね、ラリーのヘッドクォーターとか、まあ、メインのサービスパークがある、ルネサンスタナクラの方の情報も、ルネサンスタナクラの、ちょっと短いんですけど、こういう感じでサービスパークという感じで入っています。はい。で、これで一応、インポートが完了です。はい。インポート完了しました。全部入っています。で、全部終わりましたら、まあ、この辺のアイコンっていうかマークですね。これをカスタマイズするんであれば、ま、していただいて、で、全部終わったということで、一応この完了、必ずこの完了を一応押してください。保存済みになってるんですけど、念のため保存完了を押してください。これで終了です。これで編集っていうのが出たら終了です。もうこれは一応普通に表示されるだけになって、まあ一応編集はできない。で、またこの編集を押していただくと、また同じようにこれ編集ができますが、まあ普段はこれまあこの状態ですね。ということになります。でそうすると、このマイプレイス、先ほど言ったマイプレイス、これちょっと検索しちゃったんじゃないですけど、こういうですね、MSC ラリー2014、こちらが追加されているということになります。はい。こちら MSC ですね。という形になります。で、こうすればですね、皆さんの、Android の端末とかですね、スマートフォン、なんかでですね、まあ、これを、マイマップを見ることができる。で、iPhone ですね、iPhone の Google マップアプリあるんですけど、こちらはですね、マイマップが見れません。iPhone のマイマップは、iPhone の Google マップでですね、見ることはできませんので、まあどうするかというのは、まあちょっと次回というか、別途 Facebook であげたいと思います。まあいずれにしても以上な感じで、Google マップに、マイプレイスっていうか先ほど私が作ったですね、一応非公認です。全然私が勝手に作ってるんで、主催者に迷惑かけるわけにはいかないんで、私が勝手に作った趣味の範囲の位置情報、MSC ラリー2010の位置情報を皆さんの Google マップにお気に入り、まあ、マイプレイスですね、に入れるやり方をご紹介しました。それではぜひ活用してみてください。さようなら。